さんおはようございます、あやです。ということで今回はですね、久しぶりにお肌改善の動画を撮っていこうと思って動画回してます。ちょっと今寝起きすぎて全然口が回らないんだけど、そう、私も5年前とかになるのかな、すっごく肌荒れしちゃった時期があって、いろいろやって肌がね綺麗になってから YouTube でスキンケアとかマインドとかシェアしたりとか、本当にね肌が変わりましたとかニキビが治りましたって報告をねしてくださる方とかもいて、すごい嬉しいし、それがねまた他の人のモチベーションとかにもなると思う。今回は今まで細かすぎて動画にできてこなかった私がね肌のために毎日やってることをちょっとねみんなにシェアしていこうと思います。ということで、ちょっと腕がまだね朝起きてすぐなので、朝一番にやることとかをね紹介していこうと思います。よかったら最後まで見ていってください。まずね、今ベッドにいるんだけど、朝起きて一番にやることは枕カバーを絶対変えるようにしてて、こうやってね取り外しができるやつ、なんか皮脂とかもあるけど夜やったスキンケアがねついちゃったりとか、お薬とか塗ってる人はそれがついちゃったりして菌が増殖しちゃうと思うから、枕カバーね肌が荒れてた時から毎日変えるようにしてます。そう、それで枕カバーを変えたら化粧水をね塗っていくんだけど、私ね朝起きてスキンケアをするまで結構時間が空いちゃうから、このスプレー化粧水を使ってます。別にこれは朝起きてすぐ洗顔する人とかいらないと思うんだけど、私朝ごはん食べたりとかちょっと運動したりとか作業したりとかもするので、私はねこのイソップの保湿ミストを使ってます。こんな感じで適当にかけてる。イソップってさ、お店行ったことある人わかると思うけど、アロマっぽいさ、すっきりする匂いがするじゃん。寝起きにいいのと、あとオイルっぽい成分も入ってるからか、蒸発していっちゃわない感じがあるので、私はね、朝起きたらこれを塗ってリビングに行ってます。こんな感じで部屋の入り口にね、化粧水置いといてるんだけど、これぐらいのサイズ感なので、日中持ち歩いたりもする。はい、着替えてきました。昨日ね実は私チートデーして、だからね今日はさすがにめっちゃ運動しなきゃ、だからこれあの煮たまごちゃんのナイトブラなんだけど、結構引き締まるし可愛いからジム用に着てます。で、朝ごはんを食べる前に私はねプロテインとサプリメントをこのタイミングで飲んでて、まあ、これから運動するっていうのもあるし、空腹の時に飲んだ方が吸収が良かったりするので、私はね朝飲んでます。で、ちょっとプロテインを作っていこうかな。私がね最近実際に飲んでるのはこれです。サーファーデイスノーっていうサプリメントなんだけど、前私サプリメントの動画をね1年前ぐらいに出したことがあって、あの動画では食事として足りてないものを補うものとしていくつかね紹介したんだけど、今回はねあの肌の動画っていうこともあって、肌管理の面でどんな人にもねおすすめできるサプリメント紹介します。でね、これはグルタチオンと6種類のビタミンが入っているサプリメントなんだけど、グルタチオンっていうのが美白成分で、ビタミンは前の動画でも話したと思うけど、まあ、簡単に言うと皮膚とか肌とかの健康に大切なもの。サイズ的にはねこれぐらいです。これはね韓国のサプリメントなんだけど、グルタチオンって韓国の女性の中では必須アイテムって言われてるらしくて、白玉注射とか白玉点滴とかの主成分がグルタチオンらしい。私ね友達のお母さんにモデルをやってる人がいるんだけど、白玉注射とかをねしてて、実際に肌がめっちゃツヤツヤでプリプリなの私もそういうさ、本当は美容医療とかやってみたいけど、やったことないからちょっと怖い怖いし、韓国ほど気軽にはできないなって思うから、私はねこのサ
プリメントでグルタチオンっていうのを摂取し始めました。最近グルタチオンのサプリを選ぶときに他のやつもいろいろ見たんだけど、なんか他の製品って含有量が記載されてなかったりとかするんだけど、これはねちゃんと 100mg 入ってますって書いてあるから結構高含量で、始めてみたいっていう人にはめっちゃおすすめです。これもうねリピート2個目になるんだけど、夏なのにね結構透明感が出て、特にねツヤが出たなって思います。そうそうなのでね、私これ夏前から飲んでるんだけど、これ飲む日焼け止めとしても私飲んでて、なんて言うんだっけな、ローズマリーグレープフルーツエキスみたいな、こう飲む日焼け止めによく入ってる成分が入ってるから、紫外線対策としても私これ朝飲んでます。ちょっとプロテイン飲もうかな。薬とかじゃなくて肌自体を強く育てていくっていうやり方をね紹介してると思うんだけど、グルタチオンの効果でも、まあ、ビタミンもそうだけど免疫強化っていうのがあって、私も真っ赤で悩んでた時にこういうのを飲んでたら刺激なくこう肌を健康に強くするっていうことに役立ったんじゃないかなって思うから、それでね今は肌の健康とか美肌のためにこれを飲んでます。でめちゃくちゃいいんですよこれちょっとサプリメント長く喋りすぎたから、プロテインはね前も紹介したのでちょっと割愛するんだけど、私はねずっとこのザバスのソイプロテインを飲んでます。私はなんでこれかっていうと、まあシンプルに一番美味しいっていうのもあるんだけど、小麦とか乳製品っていうのが結構ね胃が弱ってる時とか免疫が落ちてる時って胃にストレスが来ちゃって、その内臓の調子って思いっきり肌に出るのね。まあ出にくい人もいると思うんだけど、私は結構出やすくて、私はねプロテインもこの大豆ベースのソイを飲んでます。これめちゃくちゃおすすめです。美味しいよねこれ美味しいんですよこれということでプロテインとサプリメント飲んだので、ちょっと運動してご飯食べたいと思います。またね。じゃーん。朝の運動がね終わってやっとご飯なんだけど、だいたいね朝は仕事の日も休みの日もそんなにね時間かけたくなくて、納豆とかあればねメカブとかもずくとかわかめスープとかなんか海藻類を食べてます。なければ納豆だけとか。じゃあちょっと準備していきます。できました。今ね顔洗ってこの辺とかちょっと濡れちゃったんだけど、スキンケアしていきます。スキンケアはこの間ナイトルーティンの動画出したから、まあ、大体使ってるものはそこと一緒なんだけど、朝だけねこのスキンフードのキャロットパッドを使ってます。なんか最近さ朝運動するとすごい汗かいちゃって、朝ねシャワー浴びてたから洗顔代わりのパッドを使ってなかったんだけど、なんか使ってた時の方が肌の調子とか化粧のりがいいなと思って、最近水洗顔した後でもこれ使うようにしてます。ちょっとねだいぶ朝起きてからスキンケアするまで時間経っちゃったから、今日はパックをしちゃおうかな。今日は特にね予定ないからさらっとシンプルな服を着て、夜ね妹とちょっとサウナに行こうかなと思って、本当は明日のね早朝にサウナ一緒に行く予定だったんだけど、明日他の予定があってちょっとドタバタしちゃいそうだから、今日はちょっとゆっくりサウナでも行ってリフレッシュしようかなと思って。明日ね眉毛サロンに行くんだけどさ、3週間ぐらいさ眉毛伸ばしたかもうボーボーなんか私ボーボーで YouTube 撮ることすごい多い気がするんだけど、でスキンケアねしていくんだけど、朝のスキンケアで気をつけることは、私はね朝の洗顔は水だけですることが昔から多いかな。夜に一回洗顔をするっていう感じです。で洗顔方法はまた夜お話ししていこうと思います。
ということで今日はね、あの夜のサウナまでちょっと YouTube の編集とかしようと思うんだけど、途中でお水とか感触とか動画撮りたいなと思っているので、またそこで回します。じゃあまたね。あとね、YouTube の編集とかメールのチェックとかしてたんだけど、お腹が空いてきたので感触をね、みんなに一個紹介しようと思います。その前に、もともとね、私水とかお茶とか全然飲まない人で、なんかこういうのにお水入れて近くに置いとくと意識して飲むから、なるべく2リットルを目標にいつも飲むようにしてます。まあ、もうすぐご飯だからそんなにお腹にたまらない感触をしたいんだけど、ちょっと肌のためにもいいかなっていうのがあるので紹介します。ということで、今から私がね大好きな毎日飲んでる抹茶ドリンクをね作っていきたいと思います。まあそんなに作るって言っても難しいものじゃないんだけど、実はこれ青汁なの。でも本当に抹茶ラテ飲んでるみたいな美味しさなので、私はこの金の青汁のお抹茶味って書いてあるやつ、これが本当にめちゃくちゃ美味しい。私は牛乳をねあんま飲まないようにしてて、全く飲まないわけじゃないけど、だいたいこのね豆乳を飲んでます。ちょっとこれ空になっちゃった。これをねちょっと混ぜていきます。本当に美味しいんだよ。さっき妹も飲んでた感じで、ほぼ見た目抹茶じゃない？てか本当に抹茶なの。青汁ってビタミンとか鉄分とか亜鉛とかが入ってて、本当におすすめです。これ美味しい。氷入れよう。夏はね汗と一緒に流れていっちゃったりするから、ビタミンミネラルは気をつけて摂るようにしてます。じゃあこれちょっとゆっくり飲んでいきます。またね。なるべくねしっかり食べるようにしてるけど、夜はちょっとなんかこんな感じでお茶碗をちっちゃくしてご飯をね少なめにしたりとか、早い時間に食べ終わるようにして、なんかお腹がやっぱり空っぽのまま寝るのが一番肌の調子いいなって思うから、それもね気をつけてます。ということで、ゆっくりご飯食べていきます。お風呂から上がりました。本当はねお風呂の中で洗顔するんだけど、今日はあの洗顔方法をね細かくお話ししたいなと思って、ここでね洗顔していきます。早くしないと乾燥しちゃう。こんな感じで、とりあえず私は T ゾーンから一番最初にのせて、ほっぺは本当に撫でるぐらい見ててくださいこれタイムアタックだから、洗顔って。頭の中で秒数をねちょっと数えてる。でおでこと鼻とか顎だけね、あすごいしたらね、顔洗った後は絶対ティッシュで拭いてて、なんかそれ用のペーパーみたいな最近は売ってるみたいだから、そういうのがねおすすめです。ということで、スキンケアをねパパッとしていきます。今日はちょっとパックしちゃおうかな。最近本当にさ寝不足すぎて、あんまり肌の調子が良くなくて、今日はパックしちゃおう。あすごい、なんかレモンみたいな匂いする。では10分ぐらい置いていきます。じゃあその間にリビング行ってちょっとお茶を作ろうかなと思います。もうすでにいい匂いなんだ。皆さん今日もお疲れ様でした。乾杯。今ね寝室に来たんだけど、見えるかな、ここにね枕元に私アロマストーンを置いてて、キャンドルも使ったりします。ということで、寝室はね枕カバーも変えたし、最後はね寝る前にアイクリーム塗って寝ます。アイクリームとまつげ美容液とリップだけ最後寝る寸前に私はなってます。
ということで今日はね、朝から夜まで回しすぎてなんか伝えきれてないことないかなってめっちゃ不安なんだけど、もしねあったらそれはねテキスト版の方にちゃんと書いておくので、よかったら見てみてください。それではもうちょっとねゆっくりしてから寝たいと思います。皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。